腕立て伏せ腕立て伏せ腕立て伏せ高負荷の腕立て伏せ高負荷の腕立て伏せ1アームドプッシュアップ1アームドプッシュアップナローグリッププッシュアップナローグリッププッシュアップ腕立て伏せは筋力トレーニングの一つ体育学では腕立て伏が腕屈伸とも呼ばれる英語ではプッシュアップうつ伏せの状態から全身の体重を両手と両つま先の4箇所で支え 両腕を伸ばす力によって体を持ち上げる動作と肘関節を曲げて体を地面につかない程度まで下げる動作を繰り返すのが基本的な方法である。この際腰を曲げず頭部から足先までを常に直線上に維持することが重要である。動作中の呼吸は体を持ち上げながら息を吐く方法と持ち上げて最高点に達したところで吐き切る方法がある。 腕の開き方によって負荷がかかる箇所が変わるため、特定の筋肉を選択的に鍛えることができる。具体的には両腕を大きく開きながら行うと、大胸筋に両手を揃えながら行うと、上腕三頭筋に負荷がかけかかる。この他に補助筋として三角筋、全部、肘筋が使われる。なお、手の幅を狭めて行う腕立て伏せをその時の腕の形から、 ダイヤモンドプッシュアップと呼ぶことがある。高速に屈伸するよりも、ゆっくりと、ちゃんとしたフォームで屈伸した方が、大きな負荷を連続的にかけることができるため、筋肉をつける目的で行う場合には、効率が良い。手軽に始められる反面、負荷が大きいので注意が必要である。また、手首の関節が硬く、手のひらが反りにくい人は、手首の関節を故障しやすい。 この場合は、拳立て伏せとするか、ウエイトトレーニングを検討する。ダンドは、インド発の腕立て伏せスタイルで、ブルースリーがトレーニング体制で使用したものです。腕立て伏せは、一般的に手のひらを床について、腕を屈伸させるが、空手やボクシングなどのトレーニングでは、指を立て手のひらを浮かした状態で行う、指立て伏せや、拳を握った状態で行う、拳立て伏せ、 メディシンボールやプッシュアップバーと呼ばれる道具を使ったものなどもある。これらは前腕部の筋力や握力の鍛錬に効果があるとされる。また、負荷を増すために脚部を上体より高く傾斜させたり、さらにこれらを片腕で行う場合もある。両手を体と90度ではなく180度、つまり万歳の状態にして行うと非常に負荷が大きく、 様々な部位が鍛えられるが高難度である。逆に、通常の腕立て伏せよりも負荷を減らすために、膝をついて行うこともできる。また、高難度のものとして、90度腕立て伏せという、足を床につけず腕の力だけで逆立ちと腕立て伏せを繰り返すものがある。ギネス世界記録は20回。スポーツあるいは競技として腕立て伏せが行われることも、ある。一例として、 時間無制限で限界を競う場合や、一定時間での回数を競うもの、一定回数を行う時間を競うものなどがある。回数のカウント方法としては、体の上下運動の位置を往復を持って一回とすることが多いが、肘を最も折りたたんだ状態から一度伸ばし、再度中が折りたたんだ状態になることで一回と、数えるか、肘を伸ばした状態から折り曲げ、 再度元の状態になるまでを一回と数えるかは任意である。競技としての厳密さを追求する場合には、正確なカウントが求められるため、顎が地面に触れることによって、体が十分に押し下げられたと判断する等の基準を定めることがある。第58代横綱の千代の富士は、先天的に脱球しやすい肩関節を強化するために、 一日五百回の腕立て伏せを行うことで筋肉で肩の関節を安定させ脱臼しにくい体を手に入れた。ありがとうございます。